状態は完璧。あとは能力の後遺症で主様と同じように目覚めにくいだけだから待ってれば目を覚ますと思うよ。よかったです。もう数時間経っているのに目覚めないので変なことをされたのかと。変なことはされたけどね。だから起きないのだけど。そういうつもりでは。冗談だよ。薬とかの話だよね。それはなかったよ。それに薬くらいならすぐに解毒するよ。得意なんだよ。誰かいるか？パト君、目を覚ましたんですね。またどれか。もうしやばとか関連してほしいんだけどな。この人は、今日散歩中に知り合った、天野江奏さんです。悪心教に誘拐されてしまって。天野江、偶然か、そんな珍しい名字が。誰か心当たりあるのですか？ああ、地球防衛軍第三隊長、天野江放火。それに俺の母さん、確か旧姓が天野江で、放火さんとは姉妹なんだよ。偶然ですかね。見た目や肌の色、目の色は知らないけど、放火さんに似てるんだよな。緑です。なら母さんと一緒だね。他人の空見にしては特徴が酷似しているし、ちょっと聞いてみるか。かなでさんは七曜教会の孤児としているようです。今年が20歳で満了になるって言ってました。孤児か、とりあえず連絡だな。勝手に止めるわけにもいかないし、一人身が朝帰りとか絶対修羅場に巻き込まれるし。お願いしていいですか？任せて。とは言っても俺、知らない人と話すのかなり苦手なんだよな。ここかの前だし、しっかりしたところ見せたいよな。はい、こちら七曜教会でございます。あの、七です。はい。こんなお時間にこのような施設にどんなご用件でしょうか？あの、その、預かってて、その、あの、よく聞こえませんか？すいません、あの、天野江奏さんって、知ってたりしますかね？何この人、普通喋るわけないでしょ。すみませんが、個人情報保護のためにお答えすることはできません。あ、そうです。よね。いや、そうじゃなくてですね。天野江奏さんをですね、こちらで、一晩止めることは可能でしょうか。あなた男性の方ですよね。どんな関係でしょうか。場合によっては警察を呼びますが。いや、その、そんなつもりはなくてですね。あの、僕の友達と天野江さんが知り合いで。その流れで。すみません、パトさん代わってもらっていいですか？お電話代わりました。お昼頃に伺った聞く読みです。ああ、あなただったのね。さっきの人全然わからなかったのだけど。はい、あの後なんとか無事誘拐犯から奏さんを取り返すことができたのですが、少し気を失っていまして。それでできればなのですが、こちらに治療できる女性の方がいらっしゃいますので、明日までの間、念のためにこちらで一晩看病ということで、預からせていただきたいのですが、よろしいですか？そういうことね、わかったわ。そういうことなら問題ないわよ。奏を助けてくれてありがとうね、菊読さん。はい、夜分遅くに連絡失礼しました。菊読さんも体調に気をつけて。いやー、俺知らない人との電話苦手なんだよ。不得意なものくらいあるよね。仕方ないよ、主様。ごめんなさい、パト君電話苦手だったんですね。かっこいいところ見せたかったのに。いやー、最初から私が電話すればよかったー。ねえ、このベッド一人用なの、知ってる？知ってるわよ。以前大岡と二人で寝てたんだから。いや、二人どころか三人だし、なんで自分の病室で寝ないのよ。私とソフィアちゃんは病室取ってないの。だから結果お姉ちゃんの病室に泊まりに来たの。ならせめて病室の主を立てなさいよ。なんで石化が真ん中で枕使ってんのよ。まあまあ、おかげでうまく話が進んだじゃない。それは、そうだけど、結局どう落ち着いたの？私、何も聞いてないんだけど。メリアちゃんが直々に私を見ることになったわ。この大会が終わった後にね。それでいい。それならどんな結果になっても文句はないわ。メリアちゃんから聞いたけど、結果お姉ちゃんも反省してよね。バカみたいなことメリアちゃんにふっかけるからこうなったんだから。それは、まあいいわ。結果お姉ちゃん戦闘弱いし、もっと的確なところで評価してくれるならそれで。言ってくれるじゃない？ちょっと強くなったからって調子に乗らないことね。事実よ、従属なしだと白にも瞬殺だったじゃない？あの子立ち込みで私の実力なんですー。なら結局1対10で白に負けて余計に立ち悪いわよ。そもそも、石化もメリアちゃんに負けてんじゃないの？あんなバケモンに勝てるか、正直正気なさすぎて頭痛してたわよ。あの子マジで食らってみなさいよ。自分が本当に哀れに思えてくるから。ならなんで最後石化は攻撃できたのよ。知らないわよ、メリアちゃんがよそ見でもしてたんじゃないの？はぁ、そういう無計画なところは本当に。いつまで続くの？あ、ごめん。いや、一番騒ぎそうなソフィアちゃんがおとなしいのなんか不気味ね。という顔してたのね。ごめんなさい、起こしちゃったわね。いや、眠れなかったんだよ、気にしないで。シグエンさん、残念だったね、お父さんから聞いたよ。
きっとああやって最後見送れたのが正解なんだよね。でも、欲を言うと蘇生させたかった。あんな終わり方はしてほしくなかった。ソフィアちゃん。身近な人が死ぬってこんなに辛いんだね。自分と全く関係ない他人なら全然気にもならないのに。そういうものよ。でもそうやって身近な人が亡くなる悲しみを知っていれば守りたいって力になると思わない？そうだね。知ってたつもりだったんだけどな。ソフィアちゃん、黙っていたけど、寿命死の蘇生はどんな手を使っても不可能なんだよ。待って、それ喋るの？それも従属か何かなの？でも私は不可能支配を持ってるんだよ。なら可能にだって。不可能支配でも無理だよ。たとえ寿命死の不可能と可能が全て分かっても無理。だってその人のものだった魂や記憶、肉体の細胞の情報一つまで全てを理解して再現してって話になるんだよ。記憶をたどっても本人すら自分の細胞のことなんてわからない。過去に朽ちた細胞すべての成長の糧となった情報や生命、それらの因果をすべて複雑に組み合わせてやっとスタートライン。知らないから不可能って言ってるんじゃないんだよ。知ってるから不可能ってわかるの。それに不可能支配を持つ人は二度とルエデンにもいるからね。試さないわけがないんだよ。そうなんだね。ソフィアちゃん、私たちにできるのはあの人の分まで生きて、その思いを継ぐことだよ。なんで？なんで？今になってやっと涙が出ちゃうかな。諦めてなかったんだよ。きっとどこかで手段があるって思ってたのかもね。恩人だったもんね。いきなりは信じられないよね。とりあえずソフィアちゃんの気が晴れるように夜風に当たりに来たけど。よし、泣いた泣いた。お別れもできたんだし、前向かないとね。切り替え早いのね、ソフィアちゃん。ずっと引きずっててもダメなことくらい私だってわかるよ。さすがソフィアちゃん、それだけソフィアちゃんの精神力は高い。それはそれだけの経験をしてきたからなのかな。それよりせっか、やるね。どうやってメリア説得させたの？いや、私は優勝してオーブを狙うから、メリアちゃんは専属新選定に集中してって。うまいなぁ、でもそれが原因で喧嘩してたんだね。道理で。月下ちゃん、見たよ。メリアは月下の試合を見て大絶賛だったから頑張ってね。もうほとんど解けてるから。そうなのね、頑張るわ。二人は準々決勝、頑張ってね。メリアちゃんに単価切ったしね。お父さんは手強いけど負けないわよ。私はバハちゃんとエリッチだからね。楽しむよ。どれだけ私に抗ってくれるかな。強気だね。ミカドルエデンだとソフィアちゃんクラスは5万といるからね。貫通しちゃうかもよ。そういえばこのぬいぐるみなんなの。私はミカドルエデン、レイアポストール、序列5位、瞬間の天使王、エミエルだよ。今はぬいぐるみに意識入れられて、バハートちゃんのアシストをするように言われてるんだ。ああ、だからソフィアちゃんと戦うことになるのね。それってやっていいの？バハちゃんが認めるならいいんじゃない。ダメなら私がパトに説得するよ。正直バハちゃんだけだと動かなくても勝てそうだし。そうそう、あのファルドラに無傷の完全勝利、あれどうだったの？ずる賢いし、頭も回るけど、自分に同じことされると弱いタイプだね。正直遊び相手にはならなかったなぁ。メリアちゃんとソフィアちゃんは本当に話の次元が違うから頭痛いわよ。本当。でも私たちのエースはゼッカちゃんなんだから頑張ってね。やっぱりこの二人は勝ち上がっただけのことはあるわ。私とはどこか世界が違う。この二人は外たちと同じ舞台に立てるように明日からメリアちゃんと一緒に頑張らないと。せっかく二人がくれたチャンス、もう誰も失望させない。今度こそ私らしくメリアちゃんと向き合うんだ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。